チャドティー、イタリスクチャンネルのケンタです。ケンタです。はい、ということでね、はい、今日は、はい、メルカートに来てます。はい。はい、で、まあメルカートにはね、来られると思うんですけど、はい、じゃあお腹空いた時どうすんだっていうね、はい、パニーノとか頼めるじゃないですか。そうね。はい、生ハム屋さんとかで。うん、でじゃあ実際どうやって頼むのかとか、うん、どんなパニーノが食べれるのかっていうね、はい、なかなかこう日本人の方でね、生ハム屋さんにパニーノ作ってくださいっていうのは ね、こう思いつかないと思うんで、現地の人が食べるようなこうパパッと、ね、美味しいパニーノを頼んでいきたいと思います。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、はい、でここですけどね、トリオンファーレの市場で、地下鉄線チプロ駅から徒歩7分です。で、はい、前にもね、あのここの動画でいろいろお店を紹介しているので、そこ見てください。ここら辺に貼っておきます。はい、お願いします。はい。行きましょう。はい。はい、で正面の入り口入って、1本目をすぐ右。で、1軒目、2軒目、4軒目にあるユエセイノーベというお店ですね。はい。お、目の中。麺の中に入ってくると思います。飛び込んでくると思います。ドゥエセイノーベ。そう、ドゥエセイノーベ。はい。この店の特徴は何ですか？まあ、あの、もともとボルペティっていうね、あの高級食材店で働いてた方がここに開けたお店で、まあ、食材がすごい、いい食材がふんだんに揃っています。食材の揃いがいいと。そう。はい。じゃあこんな美味しそうなところで何を頼むんですか。まあパニーノだけど、ちょっとどんなパニーノができるかね、ちょっと聞いてみましょう。はい、お願いします。はい。こうちょっとね、気さくにウインクできるってかっこいいっすね。うん。まあ、いつもね、ここら辺来たときは挨拶するぐらいですけど、No! これはウケデルズベパニーニーペロあー、コミファッチャンもチャビオンパーニーソロプレイスト、あ、オッケーあっパーニーユーパーニーユーパーニーパーニーパーニーオッケーな、なんて言ってます。まあ一応このね、パンがあって、まあ2人で分けるのかどうかって聞いてますけど、普通にまあウンクリエンテキビエネガストロまあ、ボケランケメタ、あ、オッケーだから、あ、オッケーだからね、この大きいね、パンを全部買わなくても、まあ、1人で来ても半分にしてもらってパニーを作ることもできます。パンは選べるんですか？パンはね、今のところこれしかないです。はいはいはい、このタイプですね。はい、はい、じゃあコンクエストパンね、これ何を言いましょうか。おすすめとか聞きたいですね。美味しそうなやつ、めちゃくちゃうまそうなやつ。あら、これはもうなんか他のところでは頼めないような、はいはい、ここならではのやつペパニーニ、シャーリー、ウルス、ジュリディダーボール、ケーパニーニ、ナコンザ、プシュットモッツァレラ、ナコンザスペシャーレ、マガリ、ダネスナパーティス、スペシャーレ、ウエスト、キコセ、ウエスト、ラジョワンナ、ウエスト、エコメボスナパンシェッタ、コッタ、スファタ、エコメンプシュット、ノエンプシュットコッタ、コメンパンシェッタ、コッタ、レジェメタ、フミガタ、パンスペシャル、燻製ベーコンみたいな、燻製ベーコンみたいので、燻製ベーコンがクボーキューボーン、それよりももっと美味しい、はい、クオリティが高いですね。あ、じゃあ検索さん、それ僕はあのヘルシーなやつです。 OK、 アローラコンクエスト、こういうのとワケロマンチョペシャビナベーン、あ、チーズも入れる。うん、入れる。何チーズ、なんかこれに合うチーズを入れてくださいって言ったんですけど、はい、まあ、教えてくれると思います。初めて見るな、これ。このなんか、パンチェッタの燻製っぽくて、はいはい、美味しそう、ね、じゃあちなみにね、はい、こうやって他のものもいろんなチーズのありますね。すげえな、本当、まあ難しいかもね、どれにしろってなっちゃうから、うん、おすすめとか言って言った方がいいのかね、まあ、あとね、この動画見せてこれと後ろのやつくださいとか、あ、これはね、頼んだやつ同じのくださいとかって、ね、それもいいかもしれないね。指させばね、できますからね。そうそうそう、はいはいはい。あと前ね、来た時はなんかトリュフ入りのチーズとか、まあそういうハムとかもあったんで、はいはい、そういうのもいいよかもしれない。
味見させてくれるんですね。味見もさせてくれる。あ、ケンタ君。味見。あ、グラーツ。グラーツ、グラーツ。味見。見た目はなんかあのプロシュットコットみたいな感じもするけど。あ、コットみたいな匂い。本当だ。美味しい。あ、うまい。あ、パンチッタっていうよりももうちょっと本当プロシュットコットに近い。口の中で溶ける。シシシ、ボンボン。お湯でね。え、これこれ。ベースだこれ。なんか油の甘みがもうちょっとあるようなプロシュットコットって感じ。お、すごい。プロみたい。え、はい。プロシュット専門家ですか。専門家ではないですけど。まあいつもはねプロシュットクルードの方を食べることが多いですけど。あ、でも美味しいわ。うん。爽やか。で、あのこれ上キャード上はね。Questo buonissimo caciocavallo. Caciocavallo di Ariano Irpino. Uno caciocavallo al barile. これがおすすめそうです。はい。じゃあこれ入れてもらいます。はい。あ、これもアスタート。前の時覚えてる？なんかめちゃくちゃあの味見させてくれて、はいはいはい、お店大丈夫かなとか言ってた。はいはいはい。マジか、チーズも味見させてくれる。マジですか、グラッツェー。グラッツェー。味見。味見です。うん。結構濃厚よ。うん。あ、うまっ。うまい。うまい。ね、フレッシュな。チーズで。あ。美味しいわ。濃厚だね。うん、めちゃくちゃ濃厚。うまい。あ、これは合うね。あの燻製パンチェッタ、はい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 、見てくださいこれ。めっちゃうまそうじゃん。やばくね。めっちゃうまそう。やばいね。うわ。これはいいな。このね、店員さんのね、笑顔。どうだと言わんばかりの。うめえだろっていうね。ほらみたいな。見てくれって。はい。うまいでしょこれは。いや、絶対うまい。色もいいね。うん。お、タルトゥフォ入りのサラミ味見させてくれ。お、味見？味見。グラッツェ。味見？味見。グラッツェ。これがタルトゥフォ入りの。いい匂い。サラミ。あ、これですね。あ、これね。これはトリュフサラミ。あ、美味しそう。ルソトリュフ。トリュフ。トリュフ。めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂い。これはうまい。うまいね。日本人が来てないから、そうそう、日本語勉強し直さないとって。これいい。はい。あ、ベルメ、ベルメ。あ、バベル、バベル、バベル。イタンとプレンド。シシシ、メタポッタリアカ。シシ、ナトロメッツ、シ。でかい。これ下げ。ポトロポ。あ、グラッツェ、グラッツェ。グラッツェミル。はい、io vorrei un abbondante prosciutto crudo buono 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 e un formaggio da abbinare. Cosa? Pecorino ci sta? Ci sta? Dai, pecorino. Pecorino. Pecorino romano. Oh. やっぱローマって言ったらね、ペコリーノ、はいはい、羊のチーズ。なので、はい、生ハムと？生ハムとそう。いいやつね。おっちゃんいいやつくれって言って。本当。はい。ここのお店にある一番いいやつ。はい、もういっぱい入れてくれって、ふんだんに、アボンダンテ、アボンダンテ、まあ1個ね、スタンダードのやつ入れてもいいかなって、そうだね、まあ大体ペコリーノがモッツァレラでしょ、合わせるの、そうだね、ペコリーノとスパン、これみたいですね、あ、トスカーナのペコリのチーズにしてくれたみたいです。そのプロシュットクルードが結構こう味が強いから、ペコリのロマーノは結構しょっぱいんで、ちょっともうちょっとこうマイルドなトスカーナの方にしてくれたみたいです。なるほど、はい、これ楽しみです。まあ、おっちゃんのプロシュットクルード、これはアッシージ、アッシージのやつだって、はい、ということでね、はい、はい、ちょっとおっちゃんのアドバイス、おすすめを、はい、食べてみたい。みはい、はい、はい、味見させてくれるそうです。はい、はい、めっちゃいい色だね。おいしい。うわ、おいしい。めっちゃ溶ける。うん、どうは、はい、これですね。
Grazie. Eccolo qua. Questo? Prosciutto di Assisi. Prosciutto. やっぱあれっすね。あの味が強いというか。うん。塩辛い。濃い。はい。じゃあ検索さんのが、はい、結構安くて、はい、1個 5.8 ユーロ。はい。2つ買ったからってこと。はい、そうそうそう。はいはいはい。で、ケンタクのやつが、まあ、その生ハム欲しいやつ。はい、はい。やつが 7.8 ユーロ。7.8。そう。これ多分高いね。うん。安い。なんで僕のは 7.8 で、検索さん2つで11ユーロ。そう、11.8。はいはいはい、了解です。はい、チャオ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 。はい、ということで、はい、はい、買ってきました。これが僕の約1000円の、はいはい、マニーの生ハム、アシシの生ハムと、トトスカラのレゴリのチーズ。はいはい、でかっ、顔、はい、顔ぐらいあるね。こんな食べきれないっすよ。で、奥のはこのね、パンチェッタの厚みかと、はい、このちょっと燻製されたやつと、このチーズの、なんだっけ、ダチョウカバール。ダチョウカバール、はい、美味しそう。はい、いただきます。いただきます。うん、うまい。まあ、これはうまいわ。うまい。パンも美味しい。パンも美味しいね。パイパイして。うん。本当にうまいですか？むせてるけど。大丈夫？うん。チーズの味結構強いもん。うん。結構、日本人にしては、うん、日本人の味覚としては、パン硬いかも。うん。噛み応えがね、しっかり。うん。あのね、このパイパイが好きって人もいるけど、うん、ちょっと硬めかもね。まあ日本のパン柔らかいし。イタリアだと結構特に、あの、モンリータって言って、中のこの白い部分、うん、取ってくださいっていう人多いんですよね。あ、そう。センザモンリータって。あ、センザで。ちょっとね、なんだろう、あの、日本のフランスパンじゃないけど、そういうような辛さはある。うんうん。楽しいよ。もうね、噛めば噛むほどパンの、うん、あの甘さが出てくるから。っていう感じだね。うん。だから、メルカードとか、スーパーとか行っても、スーパーやってくれないとこ多いんですけど、やってくれるところがあると、パニーノ作ってくれたりね。そうだね。するんで、ぜひ、マニーノ食べてみてください。はい、ということで今日は、はいはい、現地人が食べるメルカートの美味しいパニーノをご紹介でした。はい、皆さんも行ってみてください。絶対おすすめします。はい、美味しいです。さっきのお店ドゥエーセイノーベル、ね、ドゥエーセイノーベル、はいはい、ということでまたお会いしましょう。チャオー。